おはようございます。本日は11月の29日、今日は水曜日で会っているはずです。ここは北陸線富山駅、向こうに月みたいなのがあると思ったら、あれただの街灯でして、向こうの方にですね、あれも街灯か、いや月はあるはずなんで、あの北陸銀行の建物の脇のところに、おぼろ月が美しく輝いておりますが、北陸線じゃないんだな。最初私確か、北陸線とか言いましたよね。あの北陸線じゃありません。そう、んなものあれもうなくなっちゃったんですよ。残念なことですよね。あの今はですね、愛の風富山鉄道とかそういったやつになってるわけですけど、まあでもそれはそれでね、あの黒字経営で地域の足になっておりますんで、まあ、そんなに別に残念ながらっていうことでもないか、まあちゃんとそういう鉄道がね今でも活躍はしているわけですけれど、まあ、こちら側は右側にそのちょっとだけでこう暗くなっている、奥に明るくなっているあちらが富山地方鉄道の富山駅です。今の時刻朝の5時、多分5時10分ぐらいなんですけど、スズムシみたいなのが鳴いてるんですね。まあ、スズムシが鳴いているのは時期としてはおかしくないんですけど、新幹線の駅の下でね、このような立派な駅でどこにスズムシの鳴く余地があるのかと思うんですが、確かに鳴いております。音楽かけてるのかな。ここ富山から長野県の信濃大町までを結ぶ鉄道バスなどによる公共交通機関によって富山県および長野県の間にあります立山を越えていくルート、この山越えルートを立山黒部アルペンルートと言いますが、このような格好でもですね、気温の問題さえなければ容易にそこを越えるようなことができてしまう、非常にお手軽な公共交通機関のみによる登山ルートということができるでしょう。そしてこの富山から出発をいたします富山、このなんだ富山地方鉄道か、大変こちらも人気がありまして、鉄道マニアの界隈でも知る人ぞ知ると言いますか、あのコアなマニアがかなりハマると言われている、この鉄道会社、この鉄道を利用して、まず最初は立山へアクセスをするというのが、富山からの、長野県方面への、そのアクセスのやり方です。一番最初というわけです。電鉄富山から立山駅、そしてそこからはケーブルカーで美女平、路線バスでもって室堂、室堂からは大観峰まで、これをトロリーバスで抜け、これで立山を貫き長野県側へ抜けるはずですが、いや違うな、長野県側はもうちょっと先か、大観峰からロープウェイで下ってきて黒部平、そしてケーブルカーで黒部湖、そこには黒部ダム、黒部川第4発電所に続く、湖といいますか人造湖黒部ダムがあり、そして黒部ダムからはトロリーバスで扇沢、扇沢からはまた路線バスで、信濃大町、さらには長野方面まで抜けることができるようになっております。あ、結構混んでるな。昔夏の観光シーズンに乗った時はねもっと空いてたんですけど、山登りで利用する人で、これが朝の始発電車快速急行という、お金払わなくていい列車としては一番早い列車ですが、いやかなりもう座席は埋まっているというのかな、まあ別に構わないんですけどね。夏の観光シーズンの方がお客さんで混むものかなと思いましたが、昔乗った時は全然人は乗っていなくてガラガラでした。今日は乗車率は半分ぐらいは行ってるな、朝の一番列車だというのにね。当時は一車両に3人ぐらいしか乗ってませんでしたよ。お待たせしました。本日も特別列車をご利用いただきありがとうございます。立山行き快速急行です。次は寺田です。それで使うヘッドマークがあそこに置いてあります。この列車はこれから宇奈月温泉に行くんですね。まあそれはどうでもいいや、別にもう降りた列車ですから。ここ立山駅は当然富山地方鉄道の終点の駅というわけですが、かつては様々な列車が乗り入れておりました。
JR 西日本、もう国鉄の時代もそういうのをやってたのかもしれませんが、JR 西日本の運行する特急列車スーパーライチョウ、大阪から来る列車が富山からそのまま乗り入れて、そしてこの立山までやってくるスーパーライチョウ立山、もしくはスーパーライチョウ立山サンダーバード、確かそういう名前だったかと思いますが、そんな風にして直通で、大阪からの JR の特急がやってくるほど、この駅の需要は大きいわけです。実際朝の始発、まあ、登山は朝早くから行くのがセオリーだと思いますんで、始発電車が混むのは、まあ、それは当たり前でもあるんですけれど、まあ、しかし朝の始発列車から、大変に混雑を見せ、にぎわいを見せている立山駅、まあ、そういうことがあるというのも別におかしくはないことかなと思います。駅で、ね、乗車券も買ってきました。今の時刻ね、7時、ね、6時30分なんですけど、次のケーブルカーの出発は7時ちょうどです、まあ、実はこの駅に着いてすぐ出発するケーブルカー、さっき、ね、ご覧に入れたと思ってあったんですが、あれに乗ることはできません。まあ、なんでかっていうと、ケーブルカーが座席予約制になっていまして、ここで全員切符を買ってですね、何時のケーブルカーと予約をしなければ乗ることができないようになっているからです。つまり定員満員になってしまいますので乗り切れないからということなんですね。確かね、予約しないで、もともと乗車券は旅行会社 JTB とかからね買ってくるってこともできるはずでして、私もそういうことはやったんですが、ただ乗車券とかはあらかじめ買うことはできるんだけど、でも結局その便数の便の指定はあそこでやんなきゃいけないから、事前に買ってもね、なんか並ばなきゃいけなかったような記憶がありますね。で、7時の便はもう満員でしたので、7時10分の臨時便、それにお乗りくださいと言われました。はいはい、わかりましたというわけです。今で列車でやってきた人はそれほどは多くありませんでした。2両編成の列車の座席が半分ぐらい埋まる程度というわけですが、ここから先はお客さんが一気に増えます。なぜかというと、あそここのように書かれていますが、お車の回送受付立山扇沢とありますけれど、ここ立山から扇沢までこの乗車券で向かうこの区間は、全て全くマイカーが通ることができません。立山黒部アルペンルート、そのほとんどの部分は自動車のマイカー規制を行っております。これは環境保護のためだそうです。もともとね、なんかそこを結構高額な2万円ぐらいのね、通過料金を取って、それで自動車を通すということもあった、そういう計画もあったらしいんですけど、まあ、それはやらず、そしてその代わりに別のところからですね、まあ、自動車をなんか別のルートから改装するルートがあるらしいんで、どうやってどこを通して改装してるのか分かんないんですけど、それで人がここから先は公共交通機関でずっと移動していって、自動車の人はそのどっかここら辺の人にですね、また3万円はしないぐらいのお金をこう、まあ、いろいろ業者があるんですね。なんていうの、海の近くにね、貸し釣り竿の会社がいっぱいあるみたいなもんでして、ここでいろいろとこう契約して、で車を送ってもらって、で長野県の扇沢まで届けてもらうということをやると、マイカーで来た人たちも反対側への通り抜けを楽しむことができるというわけです。これが今回のアルペンルートの工程図です。私鉄電車でただいま立山に着きました。立山からは今乗り換えて、7時10分発の臨時ケーブルカーで美女平まで向かい、美女平からは普通のバスに乗り換え、立山高原バス、これで室堂まで向かいます。ここ室堂平は立山への登山のアクセスの場所として、もうおそらく最も主要なところと思われ、本日もここ立山から室堂までの往復の切符を買うという人が大変に多かったようです。こうやってね、通り抜ける需要が多いのかというと必ずしもそうではなく、この立山へのアクセスルートという、そういう側面もこのアルペンルートは持っておりますので、富山県側から立山へ行きたいという人は、この室堂までの往復の切符を用意するということも多いです。というか、そちらの方が少なくとも今日の朝あそこの切符売り場の状況を見るに多かったようであります。私はそこから先も引き続きトロリーバスで立山トンネルを抜け、大観望からロープウェイでまた一瞬黒部平、そこからケーブルカーで黒部湖に降りて、ダムの脇を歩いて、そこからはトロリーバスに乗って扇沢、さらに一般の路線バスに乗って信濃大町を抜け長野まで向かうわけですけれど、この路線バスは扇沢でまた切符を別に買うことになっておりまして、今回購入したのはここから全て独特の乗り物が、ここのね、立山高原バスだけは通常のバスなんですけど、ケーブルカー、そしてトロリーバス、ロープウェイ、ケーブルカー、トロリーバスと、普通にはあまり乗らないような乗り物を乗り継いでいく旅が始まります。立山から扇沢までの運賃は8290円です。それにまたプラスして、ここまで立山までの富山からの私鉄電車の運賃が1200円かかっておりますから9400円、さらに扇沢から先、長野市内もしくは信濃大町までのバスの運賃もかかりますので、1万円は少なくともかかります。これを高いと取るかどうか、まあ、人それぞれだと思います。まあ、高いが高いと思いますよ。それぞれのね、10分とか乗って運賃が700円とか800円とかかかっておりますが、
山の上ですからコストが何分高くなりますし、そしてまたさらに途中非常に素晴らしい世界的に有名な外国人観光客をもたくさん引きつけている眺め、それを楽しむことができると考えれば、まあ、単なる移動にとどまらないわけですから、これは十分に価値のある値段だというふうに考えております。またこの立山から扇沢まで抜けるこのルートは長野県と富山県隣接してはいるけれども唯一それを結ぶルートというふうにもなっておりまして、この県境を越えていくルートというのは基本的にこれ唯一いかに難しいところかというのが分かると思いますから、これはね確かにそれだけお金がかかるのも当然というわけです。立山ケーブルカーの特徴はこのように2両目に貨車を連結していることです。この貨車はもともと黒部ダムの建設の際その資材を運ぶために使われていたもので、現在は大型の手荷物の運搬などに使われているということです。日差しはだんだん強くなってきまして、もう山肌が明るく照らされているのが見えます。本日は楽しい山登りになりそうです。もっとも非常に簡単な山登りですが、左側に見えておりますのはこれを材木石と呼んでいます。この材木石は立山が噴火をしていた頃にその火山から噴出したもので、今柱状節理として細長い石が折り重なっていることからその名所として呼ばれているようになったわけです。もっともパッと見ただけでそれほどすごいと言えるかどうかは分かりませんが、わずか7分の乗車中の間の唯一の名所となりました。ケーブルカーの上のところ美女平に到着です。美女平からは乗り換えとなります。向こうに見えております立山高原バス、最も歴史の古い、最もかどうか分かりませんが、黎明期からの、昔からのハイブリッドバスが使われています。ハイブリッド自動車です。この高原バスのいい席を取るコツというのがありまして、何台かの体制で行って、それで前のお客さんから順番にバスが定員になるまで詰められていきます。だからバスの定員って大体50人ぐらいですよね。うまく50人ぐらいが前にいるところで51人目とか53人目とかそのぐらいのところに並ぶことができれば、2台目のバスのちょうどどこでも好きなところに座ることができるというわけなのです。ところが私今回カウントを間違えまして、あとギリギリ1人分後ろに並んでしまったらば、補助席ですね、真ん中のここに入ると、そんなところまで行ってしまいました。しかし私の座りたい進行方向左側を手にすることはできましたので、とりあえずかろうじていいかと思います。お隣に座っていた方も写真を撮りになるのが好きな方で、ちょっと会話などを楽しみましたが、特に窓の方へ向けてビデオカメラを撮影することはそんなに問題とはならなさそうです。左側に見えておりますこの木は立山杉の大木です。樹齢がどれぐらいなのかはもう忘れてしまいましたが、富山県の県木に指定されているのが立山杉。この辺りにはたくさん生えていて、美女平はなんていうのこれ、森林浴というのかな、そういうのが大変楽しいところでもありますが、熊に気をつける必要があるでしょう。さて次に左側に見えてきますのは理科の教科書でおなじみ日本一の落差を誇ります、これは氷妙の滝、そう名前忘れちゃいました。本日はちょっと霞んでおりまして残念ですけれども、以前に訪れた写真をご紹介します。大体こんな感じです。落差日本一、単一の落差ですと1番は、那智の大滝であることが知られていますが、3段の滝として、それで見ますとこの滝が日本で1番です。さてちょうどその滝を過ぎたあたりから森林が切れてきまして、そしてもう山の上を走るという感じです。これから弥陀ヶ原という原っぱに向かいます。原っぱといってもいわゆる大草原とは違い、どちらかといえば湿地帯、そのようなところです。以前に訪れた時、これはね確か2014年の10月だったかな、北陸線がまだある時に行った写真ですが、あんな感じで紅葉しているのも見えます。本日はまだ弥陀ヶ原に関してはちょっと紅葉が早かったようですが、しかし大変よく晴れておりまして、今遠く富山県富山市、そしてさらに富山湾まで見ることができました。昨日の動画で皆さんに一昨日かなご覧に入れましたけれど、立山が見える、天原市海岸、本日は天原市海岸からこちら立山が大変よく見えているでしょう。そしてまたバス車内でも案内がありましたが、本日はこの遠くに連なる連山、その一番遠く石川県の、これは白山まで見えているということです。これは大変によく晴れているということの証なんだそうです。そして下に見える美しい弥陀ヶ原の景色を皆さんに一望いただくこともできています。この広くなっているところが全般的に湿原のようになっておりまして、そこには木の道が配備されていますから、自由に歩いて、もちろんその木道の上だけですけれども楽しむことができるわけです。2014年の10月に訪れましたこの立山黒部アルペンルート弥陀ヶ原、これ当時の私の高校生の写真ですね。貴重なもんですけど、そこの写真を皆さんにご覧に入れております。こんな感じでね、紅葉になるとすごい美しいんですよ。でも実際に行った時ってそんなに紅葉って綺麗に見えなくてね、後で撮った写真を見ると、あ、自分はこんな綺麗なところに行っていたのかなんて気づかされるものです。ここは七つ曲がりと言いまして、これもまた大変美しいところ、長野県方面を見ています。こんな感じでね、湿地帯を上の上を歩いていくことができるようになっているわけです。私の母と二人で行きました。
特に斜めにスラッシュのように入っているあの一番遠いものが白山です。石川県とそれから福井県、まあ、大体その辺りにあるそうで、遠山県からは大変遠いところです。もうすぐ長野県の国境を越えるそのようなところまで来ています。そしてこちらにあります、これはね確かそうめん滝です。そうめんのように細い美しい滝が流れているということでそうめん滝ちょっと失礼しますねなんて言って横の方と一緒に交互に写真を撮りました。さて向こうに今度見えておりますあちらは寝台特急剣の名前の由来にもなりました剣岳です。剣岳天の起点でしたっけ。私その映画見たことありませんけど、映画なんかめったに見るもんじゃないんですが、まあ、でも、このように有名な映画の舞台ともなり、JR 国鉄の寝台列車の名前ともなった有名な山がこちらからも見えています。こんな感じでどこを撮っても最高に美しいですからね。いやこれはスイス先日訪れて美しい山の景色だと思いましたけれど、まあ、これは日本のスイスといいますか、まあ、スイスが日本のアルペンルートというか、まあ、どちらにも甲乙つけがたい素晴らしいものであり、またスイスに勝るとも劣らないこんな素晴らしい名所が日本にもあるということは大変誇らしいことのようにも思うし、まあ、ぜひスイスの方が来ることがあったら比べてみてもらいたいなというふうにも思うものです。さて今上の画面で案内がなされていますが、このようなところには今ちょうど通っているところだと思いますが、これを雪の大谷というんですけれども、こんな感じのものが春になるとできており、6月7月はないだろうけど6月ぐらいまでこの辺りの名所となっています。ところが今年はちょっと暑かったようでして、雪がもうほとんど残っておりません。万年雪になっているのですが、もう今年の残りはあれしかないようです。少ないですねなんて隣の方と一緒に、隣の方も常連でしたから話しておりますと、中部山岳国立公園と書いてあります立山、ここはですね立山というのは何なのかというと、到着したこちらのことを室堂平と呼ぶわけです。室堂平はこの中アルペンルートの中でも最も美しいところだと思います。ぜひお楽しみに、次の動画でご紹介します。ありがとうございました。